第一次世界大戦で、ドイツが勝利した世界戦、カイザーライヒ、のアルゼンチンへようこそ。アルゼンチンは、農牧業を中心としたモノカルチャー経済によって、第一次世界大戦までの間、順調な経済発展を、続けていました。しかし、そんなアルゼンチンの経済を、地に落としたのがこの国、ブリカスです。アルゼンチンはブリカスの、非公式帝国、として、経済的に従属していました。戦争遂行のために、イギリス企業はアルゼンチンの、労働者と資源を搾取したのです。搾取による困窮に耐えきれなくなった労働者たちは、アルゼンチン南部のサンタクルス州で、反乱を起こしました。そうして誕生したのが、パタゴニア労働者戦線です。我々は北部の反動政権を、打倒し、アルゼンチン全土を解放することを、目標としています。我々は大戦の敗北によって、サンディカリスム革命が起きた AF と、同じく革命が起きた隣国チリの、支援を受けています。我が国には、ロシア内戦で敗北した亡命ボルチェビキが、インターナショナルの顧問として、派遣されています。一人目は同志プハチェフスキー、この将校団のリーダーで、中心戦術の理論家です。二人目は同志チュイコフ、同志プハチェフスキーの側近で、軍裁は確かです。三人目は同志ジューコフ、ボルチェビキ将校の中で、最も信頼できる人物です。そして、最後は同志ジュガシビリ。インターナショナル将校団の中では、最も政治色の強い人物で、アルゼンチン共産党と、強いつながりを有しています。この頼れるボルチェビキ40氏が、我々パタゴニアによるアルゼンチン全土の、解放を支援してくれます。しかし、一つ重要なことがあります。それはレーニン主義は敗北した思想であるということです。この世界の左派の主流はサンディカリスム、労働組合によって経済を、管理するという思想です。ロシア内戦で敗北したボルチェビキの、共産主義は、この世界では極めて小規模な勢力です。ですが、ボルチェビキ将校の支援を受けているこの国ならば、共産主義を実現することが可能なはずです。共産主義は決して滅亡した思想ではないのです。しかし、パタゴニアの状況は良いものではありません。パタゴニアは中核州人口が、30万人しかおらず、保有工場も造船所一つしかありません。現在、パタゴニアの7個師団中6個師団は、民兵師団です。しかも充足率は 10% ぐらいしかありません。さらに、先月クーデターにより成立したアルゼンチン新政権は、我が国を滅ぼすことを公約としています。来年にはアルゼンチンと戦争を、することになるでしょう。現段階ではとても勝てる戦争ではありません。我々は NF で人的資源不足と、工業力不足を解消していき、戦争に備えなければなりません。最初の分岐イベントが発生しました。イベント分がバグってますが、北部の刑務所を襲撃し、収監されている同志を助け出すための、計画案を選ぶイベントです。同志ジュガシビリ案を採用します。共産主義の支持率が上がります。同志ハンナフォードを助け出すことに、成功しました。同志ジュガシビリ万歳。ブハ様とスタ様が肩を並べて、働いています。なんか感動的。でも間違いなく仲違いしそう。パタゴニアの原住民と、協力すべきかどうかというイベントです。一体自治権付与の約束しといて、後で保護に。寒かった奴は全員粛清で。さすがは同志ジュガシビリ。非常に賢明な判断です。NF で陸軍経験値を獲得したので、民兵師団の編成の民兵大隊を歩兵大隊に変えていきます。インターナショナル大会が開かれました。当然、我が国の代表団も出席しています。インターナショナルはラテンアメリカでの革命の支援を決議しました。素晴らしい。我々は一致団結しています。フランスとイギリスの同志が銃を送ってくれました。アルゼンチン解放の時は近い。ヨーロッパ中から義勇兵が集結しています。万国の労働者よ、団結せよ。各国からの銃の提供により、民兵の正規兵化も進んでいます。さらに、国境を要塞化し、敵の侵攻に耐えられるようにしました。アルゼンチンとの国境紛争に敗北しました。この戦闘の司令官は北部反動主義政権と内通していた。即刻裁判にかけ、銃殺刑とすべきであろう。その通りです。賢明なる同志ジュガシビリ。我らの軍は北部軍より盛況です。敗因は、それ以外感が得られません。この戦闘が拡大し、アルゼンチン軍が攻めてきました。チリの同志と共に彼らを、屈服させましょう。アルゼンチンは北部でパラグアイとも、戦闘状態にあるため、正面戦力では我々が、優位です。押しています。我が国には社会主義派、アナーキズム派、そして共産主義派の3派閥が、存在しています。我が国は戦時です。協力し合うべきです。それなのに、アナーキズム派は我々共産主義派との対立を煽っています。なんと卑劣な集団なのでしょう。アナーキズム派が、また我らを批判しています。
反動政権を倒した後は、奴らを南極送りにしてしまいましょう。チリ軍と共同で敵を、包囲しました。敵2万人を殲滅しました。大戦果です。アナーキズム派が、本性を表しました。農民に対し、略奪行為を働いたようです。当然、このような卑劣な輩は、公明罪で収監します。我々は、全部隊への政治将校の、配備を提案しました。敵前逃亡を防ぎ、兵士の忠誠心を保つことができるはずです。また敵を包囲しました。今回はペルーと、ブラジルの義勇軍が含まれています。彼らはほどなくして殲滅されました。英仏の義勇軍もあり、苦戦することもなく進んでいます。着実に首都ブエノスアイレスに、迫っています。アルゼンチンの労働者や、農民を、次々に解放しています。我々の、勝利は近い。ブエノスアイレスを陥落させました。我々革命派の勝利です。コリエンテスをパラグアイに持っていかれました。後で戦争ですね、これは。ということで革命側の勝利になりましたが、国家精神として様々なマイナス補正が、つきました。あ、さっき約束した原住民の、自治権ですね。当然拒否します。この国は中央集権国家になるのです。革命の主導権を握る戦いが、始まりました。これから3派閥の間で、大会が行われ、勝者を決めることになります。旧体制派の政治家や、軍人たちは、強制収容所で労働させ、国家のために尽くさせるべきです。これ、見た感じ共産主義派は、まだマシな選択肢なんですね。アナーキズム派は全員極刑だってよ。感謝しろよ反動とも。アルゼンチンの連邦制を、改革します。連邦政府の権限を強化し、中央集権化を進めます。アルゼンチンの憲法は現状に、適していません。憲法は改正されるべきです。以上の3つの議題に共産主義派が、勝利したことで、アルゼンチンは共産主義国家となりました。新たな国号は、アルゼンチン人民共和国、です。共産党の指導のもと、アルゼンチンは生まれ変わるでしょう。なんということでしょう。共産主義派の大会での、完全勝利にもかかわらず、アナーキズム派はクーデターを起こし、政権奪取へと動きました。首都ブエノスアイレスで軍事衝突が、起きています。共産派部隊は同志ジュガシビリのもと、大統領官邸を防衛しています。彼らは包囲されており、我々は彼らを助け出すための、方策を考える必要があります。復古か工場か、共産派の救援部隊を率いるフスト将軍は、工場を選択しました。工場をめぐる戦闘は我々の勝利です。しかし、同志ジュガシブエリ率いる大統領官邸守備隊は押されているようです。さらに、我らが確保できなかった武器庫は、アナーキスト派によって破壊されてしまったようです。ちなみに先ほどから、文章に登場しているジロルディとは、我らのリーダーである大統領の名前です。守備隊の救出のため、我々は2つの計画を、持っています。1つは全面攻勢をかけ、包囲網を突破するという計画。もう1つは砲兵陣地を占領し、野砲を排除するという計画。我々は後者を選択しました。作戦は成功です。我々の、勝利は目前です。しかし、救援部隊は大統領官邸に、間に合わなかったようです。アナーキズム派の排除には、成功しましたが、すでに大統領官邸の、守備隊は降伏してしまっていたようです。防衛隊を指揮していた同志ジュガシビリは戦死し、大統領であった同志ジロルディは、勝手に降伏してしまいました。てなにしんどんねんジュガシビリ、お前がこの動画の主役やねんぞ。我らが敬愛する同志ジュガシビリが、亡くなってしまいました。彼は革命の殉教者になったのです。政権は共産派が維持し、アナーキスト派は排除されました。同志ジロルディに代わり、救援軍を指揮したフスト将軍が、大統領へと就任しました。同志ジュガシビリの革命理論は、我々に引き継がれています。彼の意志を継ぎ、アルゼンチンでのレーニン主義的改革を、進めましょう。残されたボルシェビキの将校団は、戦争の終結を見届け、我が国を去りました。ボルシェビキ将校が消えたせいで、将軍の質が低いので、反動政権に加担した軍人の、復帰を認めます。10月革命の殉教者たちを、追悼する記念碑が建てられました。我々はレーニンの意志を引き継いでいます。しかし、このイベント、なぜ写真がムッソリーニなのでしょうか？宣戦布告できるディシジョンが、解放されたので、先の戦争で、アルゼンチン領をかすめ取ったパラグアイを、殴ります。パラグアイと、パラグアイに独立保障していたウルグアイの2カ国と、戦争状態になりました。ウルグアイは楽に降伏させました。パラグアイは密林にこもり、抵抗しています。よく見ると隣国ブラジルが、停戦ルートに入っています。最も好戦的なルートなので、怖いですね。
と思っていたら予告もなしに、宣戦布告されました。我が国はたった19個師団で、向こうは倍ぐらいいます。まだ戦争になると思っていなかったので、ブラジル国境はがら空きです。師団を急増して対応しましょう。ウルグアイは占領されましたが、ブラジルの侵攻を止めることが、できました。南米大戦と同時並行で、欧州でも第二次世界大戦が始まりました。30個師団を揃え、ブラジルへ攻勢を開始します。内戦に勝利した盛況な赤軍は、ブラジル軍に質で優越しています。ウルグアイ側の渡河に成功しました。ここから大西洋まで進撃し、敵を南北に分断するつもりです。分断に成功しました。ウルグアイに取り残されたブラジル軍を、殲滅します。旧ウルグアイの首都、モンテビデオに閉じこもった敵は、次々に殲滅されています。我々の進撃の速度についていけないブラジル軍は取り残され、次々に包囲されています。ここで密林にこもって戦い続けていたパラグアイが、降伏しました。ブラジルの反動政権は成立したばかりで、混乱状態にあるアルゼンチンなど、敵ではないと思ったのでしょう。しかし、見てくださいこの戦況を、反動ともに革命は止められないのです。8個師団を包囲しました。殲滅に成功しました。ブラジルは合わせて20個師団近くを、包囲殲滅で失っています。サンパウロを占領しました。敵一人オデジャネイロは、もうすぐです。包囲殲滅の結果、ブラジル軍は正面戦力不足ですね。楽々進撃しています。リオデジャネイロを陥落させました。皇帝を見つけ出せ、反動ともを、殺せ。ブラジルは広大なので、VP を抑えるのに時間がかかりますね。ブラジルを降伏させました。ブラジルは反動から解放されたのです。ブラジルには傀儡政権を、樹立します。この戦勝でアルゼンチンは南米の、覇権国家になりました。アルゼンチンはレーニン主義によって、南米一の大国へと成長したのです。この後、インターナショナルに加盟して、南米全土を、赤化したりしました。しかし、世界大戦は終わる気配がありません。協商と帝国協定が、協力体制を築いた影響か、独仏は国境で攻防を、繰り返しています。さっきの戦線が43年10月で、この戦線が44年12月です。ほとんど変化がありません。またドイツはロシア、ウクライナとも、同じような攻防を繰り返しています。多分ゲーム終了まで、大戦は終結しないと、思います。南米にバンバン上陸してくる協商、帝国協定軍、合わせて100万人以上殲滅したし、もう、ゴールしてもいいよね。今回のアルゼンチンは同志ジュガシビリを支援して、共産主義ルートを選択しましたが、文革を起こしたりできるアナーキスト急進派ルートとかも、狂ってて面白いですよ。皆さんもぜひカイザーライヒのパタゴニア労働者戦線をプレイしてみてはいかがでしょうか。では最後に同志ジュガシブ入りを追悼して終わりましょう。さよなら。